ラコニア、ニューハンプシャー州、ラコニアは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州ベルナップ郡の市で、ある。2010年国勢調査では、人口1万1201人だった。ベルナップ郡の郡庁所在地である。ウィニペソーキー湖とウィニスカム湖の間にあり、町内にレークポートとウェアズビーチのビレッジが、含まれている。毎年6月、父の日の前週土曜日から、 父の日までの9日間、国内最大級のラリーである、ラコニアモーターサイクル週間、完結に、バイクウィークが開催される。また毎冬、ラコニア世界選手権犬ぞりダービーも開催されている。市内には、ニューハンプシャー州コミュニティコーカ,カレッジの文庫がある。かつてアクアドクトンビレッジと呼ばれる、アベナ貴族インディアンの大きな村が、ザ・ウェアズと呼ばれる場所に存在した。そこは、 ウィニッペソーキー川の出口で寮の屋根を発見した開拓者がその前をつけた。初期の探検家は、インディアンの伝承に謳われている五代湖やカナダのセントローレンス川を探して、ピスカタカ川をたどって、北のシャンプレーン湖に行き着くことを期待していた。1652年頃、エンディコットの測量隊が地域を訪れており、そのことが土地の目印であるエンディコットロックの名に残されている。 1746年には、ラコニアに、砦が築かれることになった。しかし、イギリスと、フランス、さらにそれぞれが同盟するインディアン部族間の敵対関係が続いたために開拓が妨げられていた。1761年から入植が始まり、その後、長い間、メレディスブリッジと呼ばれ、メレディスとギルフォードの一部に泊まっていた。1765年から、 製材所と製粉所がミル通りに設立され、そのままもなくパレード通りに宿屋ができた。1822年頃、裁判所が建てられ、1840年にベルナップ軍が創設された時に軍庁所在地にな。1832年、ベルナップミルが建設されて繊維を製造し始めた。その建物は今日までほとんど変わっておらず。 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される博物館になっており、国内でも最古の変更がないレンガ作り繊維工場となっている。土地の工場は木材、繊維、靴、靴下、食器、針を製造した。しかし、市内最大の雇用主はラコニアカー会社であり、鉄道、路面電車、地下鉄の車両製造者だった。1848年に創業し、 1930年代まで続いていた。鉄道は1849年に町を通り、貨物を運び、また人気のあるウェアズビーチに夏の観光客を次第に多く生んでくるようになった。1855年、ラコニアはメレディスブリッジ、レイクポート、ウェアズの土地、及びジルマントンの一部から町として法人化された。町名はジョン・メイソン大と植民地時代に、 土地の区画を売ったマソニア領主によって形成された昔のラコニア社から得られた。1860年くらい大火があり、メインストリートのミルドリーからウォーター通りまで大半を破壊した。さらに1903年にはレークポート大火が起こり、その火星があまりに強かったので、遠くドーバー市からまで消防団を列車で呼び寄せることになった。 ラコニアは1893年に市として法人化された。ラコニア市は43.550769-71.467935に位置している。その中心街はウィニペソーキー川沿い、北のオペチーベイ、湖と南西のウィニスカム湖の間に位置している。市内にあるその他のビレッジはオペチーベイの北端にあるレイクポートと ボーガスベートウィニペソー傾向ーをつなぐ水路周辺のウェアズビーチである。アメリカ国道3号線が市の一部を通り中心街をバイパスするがウェアズビーチを抜けている。ニューハンプシャー州道11号線は国道3号線と合流して中心街を迂回している。この日本の道路は南西のティルトン町とフランクリン市に通じている。州道11号線大路は 昔の11号線と国道3号線を使って中心街に入りコート通りとユニオンアベニューとなり、東に転じてギルフォードアベニューと呼ばれ、ギルフォード町とウエストアルトン町に通じている。修道106号線は中心街を南北に走り、南は州都コンコード市へ、北はメレディスに通じている。修道107号線は中心街から 南東のジルマントンとピッツフィールドに通じている。107号線は、中心街で北に転じて、ユニオンアベニュー、元国道3号線をたどり、ラコニアバイパスの北端近くで、国道3号線に合流する。国道3号線は、パンガスベイの東岸に沿って、北に移動し、ウェアズビーチを通り、メレディスに至る。州道11号線は、ラコニアバイパスから東に、レンデールを通り、 アルトンに入る。修道11号線産業道路は、ウェアズビーチからギルフォードに向かう。ラコニア市民空港は、市教会のすぐ東、ギルフォードの中にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は26.6平方マイル、6 8 8トルであり、このうち陸地20.0平方マイル、5 1 9トル。 水域は6.5平方マイル1 6 9キロメートルで、水域率は24.54%である。市内をウィニペソーキー川が流れている。南西はウィニスカム湖に、北東はウィニペソーキー湖に接している。市内全域がメリマック川流域に入っている。市内最高地点は標高960フィート290メートルの市内北部。 ウェアズビーチ南西にある無名農家である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラコニア市は市長、市政委員会と市マネジャーの政府を採用している。市長は市全体を選挙区に選ばれ、市マネジャーは市政委員会が雇用している。市政委員会は6つの小選挙区から選ばれる6人の委員で構成されている。 ラコニアの公共教育体系は、ラコニア教育学区学校管理第30ユニットが運営している。ラコニア教育学区には、高校1校、中学校1校、小学校3校がある。ラコニア市内には、私立学校が2校ある。ラコニアは、ニューイングランド大学館野球リーグに属するラコニア、マスクラッツが本拠にしている。このフランチャイズは2010年のシーズンから、 市内のロビー・ミルズ・フィールドを球場にして始まった2014年から2015年のシーズンよりノーザン・ステーツ・ジュニア・ホッケーリーグのニューハンプシャー・ファイティング・スピリット本拠地にする予定である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。